妖怪ウォッチバスターズ赤猫団白犬隊やっていきましょう。セブンイレブンに行ってドキドキコイン用を受け取ってきました。回していきましょう。今日何回回せるんだろう。ちょっと回してみないと分かんないかな。あ、今日6回回せるじゃん。来たー。特別なコインはこのドキドキコインの用しかないんで、とりあえず普通のコインを5回回して、まあ最後にねドキドキコイン回していきましょうか。じゃあそうだな、どうしようかな。うん、妖怪が欲しいから、まずはこれ、まあそう、イザナミ、大当たりがイザナミ。僕ね、あの一発目で S ランクのレア妖怪当てたからね。紫小あたりか。あー、まあしょうがないな。よし、行こう。百鬼姫、赤、お、中あたり。あ、でも結構いいんじゃない。皆無フィールドを手に入れた。皆無フィールド、なるほど、なんだろう。うん、まだあのこの妖怪ウォッチ新打ちじゃねえや妖怪ウォッチバスターズさ、やり始めたばっかりだからわけわかんないことばっかりで。あ、これ真剣草薙っていうことは、今回も合成で草薙を作ることができるんだ。これもちょっと回してみようか。真剣草薙欲しいな。あー、紫。あ、でも妖怪だよ。あー、片付けないか。使わないかな。うん、お前はちょっと使わないかもしんないな。片付けない。でもなんかガシャで出てくる妖怪がアタッカーが多いような気がするんだけどさ、俺タンクが欲しいんだよね今。あ、でも持ってなかったんだね。あと何回だ。3回だから普通のガシャはあと2回回そう。うん、ジョロウグモ、ん、紫、お、スーパーメラメラボムを手に入れた。じゃあね、普通のコイン最後回そう。フーマザルはね持ってるんですよ。だからこれいこう。大ヤモリはね多分タンクだと思うんで、出てきてくれたら嬉しい。あー、紫か。おタンクが出てきたけど、ちょっと泥ダボを使ってるから使わないな。もう当選本は使わない。当選本ねえ、一番最初の妖怪ウォッチからさ、ずっと実況やってきてるけど、この当選本っていう妖怪を使ったことが一度もないんだけどね。よし、じゃあ最後ドキドキコイン回そう。このセブンイレブンでゲットできるドキドキコインで手に入る妖怪っていうのは、大桑の神と、あと百鬼姫なんですよ。どっちが出てきても嬉しいけどね。じゃあ回そう。どっちかといえばタンク系の妖怪、大桑の神って多分タンク系の妖怪なんじゃないかな。どうなんだろう。よし、よしよしよし、オッケー。お、百鬼姫使いてー。百鬼姫使いたいけどレベル1なんだよねガシャで手に入るのって。よかったー。これで今僕 S ランクのレア妖怪がこの百鬼姫でしょ、あとカゲオロチ、あとねフーマザル、この3体、うん、全員アタッカーというちょっと悲しい感じになってる。お、解放できた。うん、おし、たまにねこのドキドキコインで妖怪が出てこないでアイテムが手に入るっていう場合もあるんでね、今回の結果
ね、納得しました。はい、まあ明日もね、ドキドキコインちょっと回していきたいなと思うんだけど、今セブンイレブンのドキドキコイン回したでしょ、あとナムコとツタヤなんだけどね、このドキドキコインが手に入るお店が近くにないんですよ。だからね、明日からドキドキコインちょっと回せなくなるかもしれないんですけど、またいつかやっていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。